どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが4月21日の日曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報をまとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、 前後関係、時系列の破綻なく、一本見ていただき、有益な時間にしていただけるよう、まとめていこうと思いますんで、よかったらシーズン中の情報収集にご活用ください。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報をまとめ、本日21日、一軍は見事勝利し、今シーズン最長の6連勝、まだ21試合終えた段階ではありますが、首位に浮上しました。いやー、やっぱり何事もトップを走るというのは気持ちがいいですね。 まなかなか打線が噛み合わず10試合連続2得点以下苦しい時期もありましたですが野球は助け合いのスポーツなかなか点が入らないならピッチャー陣が踏ん張ればいいでその期間本当にピッチャー陣が素晴らしい粘りを見せてくれましたよねでその大のぶ期間があってここ3-4試合打線がしっかり繋がったまあ、今日も悪天候守るも攻めるも難しい状況でしたが佐藤選手に決勝3ランが飛び出して先発再起投手は7回を完投見事ゼロで投げ抜き我々タイガースファンにとっても最 こうの1週間になりましたが岡田監督は今のチーム状況についてまあピッチャーはずっと頑張ってるんでやっぱり一人一人の成績なんですけどみんながヒット1本ずつポンポンと出たすと繋がりも出てくるし うまくフォアボールとかも絡んでくるんで、いい時のそういうつながりというか、これはもう本当、ゲームの中のきっかけなんですけど、出ましたね。やっぱりこれは10試合しのいで、ある程度5部で戦った、そこで辛抱したのが大きいと、このようにコメント。いやー、本当に岡田監督のコメント通り、あの苦しい期間を5部で耐え抜いた、まあ、以前の動画でもご紹介しました。 タイガースは2012年以来10試合連続2得点以下、球団ワースト記録になっていたんですが、その2012年はこの10試合で借金を作ってしまったんですよね。ですがこの2024年苦しい期間が続きましたが、五分で耐え抜いた。で、それが今打線の開花につながって貯金を作れて首位に立てている。まあ、これは昨シーズン優勝日本一を経験し、自力がついたからこそ、まあ、今のタイガースらしい野球というのが再び戻ってきてるんじゃないかなという風に感じます。さあ、このように一軍は見事今週負けなし、見事首位に 立つことがで、きまままししたたが一方2軍を見ていいくとと新規参入球団工夫早手ににさかの3連敗ウエスタン単独再開という形になりましたでその中で今日のゲームを見ていくと、今シーズン初先発の鈴木投手が、4回4安打3四球で2失点、粘りきれず、和田二軍監督はそのことについて、やっぱりボールがどうしても先行してしまうんで、そこでストライクを取りに行って捕まってしまう。で、またフォアボール。どうしてもフォアボールっていうところが付きまとってくるんで。 本人もしんどいだろうけど、やっぱりストライク先行っていうところから入っていかないと、やっぱりボール先行すると、ストライクゾーンの球が弱くなってしまうんでね、ストライクを取りに行くから、そういうところだろうな。もともと散らばるタイプではあるんだけど、あいつの持ち味はまっすぐと、大きなカーブだったり、そこら辺反応されて、あれおかしいなっていうような感じがあったと思う。そういうところでカーブを消してしまうんじゃなくて、それを低めに投げられたり、もうちょっとコントロールできないと、緩急だけではね、やっぱりそういうところだろう。課題っていうか、勉強していくところはね、と、このようにコメントをしています。んーまあや やっぱり鈴木投手の課題というのは、入団時から変わらずコントロール。まあ、去年の中盤から終盤にかけ、少し上がり目を見せてくれていたかなというところで、まあ、今年のキャンプでも岡田監督自ら鈴木投手について言及することもありましたからね。ただその中で巡ってきた今シーズン初先発、思うような結果を残すことができなかったということで、次回以降どのようなピッチングを見せてくれるか。で一方、打線について和田二君監督は、攻撃はもう最後の最後だよね。 だからランナーが出たり、進めたりっていうところ、足を絡めながら、そこら辺まではできてるんだけど、返すっていうところでね、全くできてないわけじゃないんだけど、やっぱりその回数、勝負どころっていうところで、まだ力が発揮できていないというか、ランナーを返せていないから、どうしても苦しくなってしまうと、このようにコメント。いやー、確かにそうなんですよ。まあ、というのもタイガース2軍、数字だけを見ていくと、かなりチーム打率は高いんです。というのも今日のゲームが始まる前の時点で、チーム打率2割並分2輪、これはウエスタン断トツ2位のホークスが2割5分五輪ですから、 チーム単位で一部以上高いというのはかなり突出してます。ですが、得点数を見ていくと、まあ、ホームランの差というのもあると思いますが、ホークスが120得点なのに対し、タイガースは108得点。チーム打率が2割7分以上あるということを考えると、もう少し点が入っていてもおかしくない。で、なかなか点が入らない理由として挙げられるのが、チャンスでの一本です。で、和谷軍監督は今後の戦いに向けて、今噛み合わないけど、こういう時期があるんでね。ただやっぱり今日なんかもどうしても、勝たないといけない、試合の中で、ゲームだけを見たらいい戦いができているかもしれ でなないいいけどやっっぱりそここ勝ち切れないっていうところがねもう,一ランクもう一段階、やっぱりレベルを上げていかないと、そこでタイムリーが打てる、勝負強い選手になれるように、もう本当にいい糧にしないといけないんでね、ちょっと状態の悪い選手もいるし、そういう選手はやっぱり上げていかないといけない。 状態のいい選手はそれを続けていくことで力になるんで、もうほんと毎日緊張感のある、そういう中でゲームができるように、あさって以降にやっていきますと、このように締めています。まあ、やっぱりこれは昨日の動画でもご紹介しました。今1軍は見事首位浮上、かなりいいチーム状態で回っていますけれども、やはり1年間戦う中で何が起きるかわからない。となってくると2軍との入れ替えというのは必須事項になってきますし、何か1軍選手に会った時、すぐに下から上がっていけるような、そういうシステムを作っておきたい。もちろんそれは簡単なことではありませんし、 たとえ一一一軍軍かかかから声がかかっててもそその軍の舞台で一発でで発発力力をを揮できるうういいういつけておかなけけおななればいけないまあ、だからこそ特にバッター陣に求められるのは、勝負強い場面での一本、ここぞでの一本、まあそういったあたりを、一軍首脳陣は今後も見ていくんじゃないかなという風うに感じますね。さあで、このように二軍はチーム全体で見ていくと、ウエスタン再開、なかなか乗り切れない状況続きますけれども、今シーズン高卒三年目の若武者が、バットでしっかり結果を出しています。それが中川選手です。中川選手はここまでファームで8試合出 まだ15打席ではありますがその中で12打数6安打打率が5割2ベース2本3ベース1本と。 ヒットの半分が長打になっていてて打打点点も5四,四球合計3つでで出塁率が6割が得点打率がが割割 OPS 得とといいいうことで抜けた数字を残していますいやー、中川選手といえば、1年目からバッティングでものすごい数字を出していて、打てるキャッチャーとして期待値がどんどん高まってる選手です。で、先ほどもご紹介した通り、今2軍全体、チャンスでの1本求められていますが、中川選手は土曜日のゲーム、2アウトランナー1塁2塁のチャンスで代打起用され、そこでタイムリーツーベースを放つなど、 強さを見せているもちろん、キャッチャーとしてのインサイドワークなど、まだまだ鍛えなければいけないところはあるかもしれませんが、やはり中川選手のこの打撃能力というのは大きな武器です。で、中川選手に関しては昨シーズン、高卒2年目の段階で、早くも岡田監督はその可能性というのを見出していました。いわゆる英才教育という形で、1軍ピッチャーのボールを受けさせたり、実際シーズン中にも1軍昇格がありました。まあ、ちょうどこのタイミングで同い年、前川選手も1軍昇格を果たし、実際ゲームでも起用されていましたが、中川選 選手は試合出場はなかったただそれでも一軍の雰囲気を肌で感じるで実際ピッチャーのボールを受けることによって岡田監督はえ経験になるんやと当時こういったコメントも出していたそして今シーズン3年目キャンプ一軍スタートでさあ実戦で結果を出していこうというタイミングだったんですが 去年11月台湾で痛めた右足を再度中川選手は痛めてしまい戦線離脱という形になりましたまあ、これが一つ中川選手にとって悔しい流れだったんですがそこから順調に回復ししっかりファームで結果を出しているまあ、出場機会は他の選手に比べ限られてはいますがここ1週間でスタメンマスクの機会も増えてますしまあ、これからどんどん打席数も増えていくんじゃないかなとまあ、やっぱり今の一軍キャッチャー事情を見ていくと坂本選手と梅の選手まあこの2人を中心で起用していますまあ、いわゆる併用と言いますかこのピッチャーが投げる 時はこのキャッチャーという感じでまあ、去年ほどがっちり固めているというわけではありませんが今シーズンも引き続きこの2人を中心に置いて戦うということは変わりませんただ今後長く強いタイガースを作っていく中でこの2人に続いていく若手キャッチャーの育成というのも重要ポイント岡田監督は昨シーズンやっぱりキャッチャーは高卒よとこういった持論を明かしていて今一軍に登録されている3人のキャッチャー長坂選手も合わせてみんな大卒ですし ま、高卒キャッチャーとなると、この中川選手と藤田選手、タイガース全体を見てもこの二人に限られてくる。まあ、だからこそその中で中川選手というのは、ま、いわゆる岡田監督の理論にドンピシャと言いますか、チャンスは比較的巡ってきやすい、そういう立場の選手かなという風うに感じます。まあ、もちろんキャンプ中の怪我というのは、一つ痛い流れではあったものの、そこからしっかり二軍で数字を出している。まあ、一年間戦う中で、このキャッチャーの入れ替えというのもね、一つ注目ポイントになるかなということで、ま、この中川選手だけじゃなく、二軍でキャッチャー陣がどのように伸びていってくれるか、 この辺りも引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画ではタイガースの最新情報をまとめご紹介していきました。1軍が首位に立ったタイミングで2軍は単独再開。まあ、ちょっと名案分かれる形にはなっていますが、まあ、それでも1年間戦う中で2軍からの突き上げというのは必須ですからね。まあ、シーズン戦う中でどういう入れ替えが発生するのか、この点も注目していきましょう。皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5万4600人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ、チャンネル登録者5万5000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。まだまだシーズンは長い。2軍からの突き上げも必須。今後の戦いも引き続き、注目していきましょう。でゃまた。